これで最後となりますが、皆様がもしよろしければアンコールをいただいたらアンコールも用意してますけど、いかがなさいますか。声が小さい。さあ頑張って。海外だったらすごいからね。はい、沖縄も負けてないから頑張って。はい、さあアンコールいきたいと思います。僕たちのオリジナル曲で、その名前もシュラサという曲があるので、オリジナルをお届けして今日はお別れしたいと思います。よろしくお願いします。チムグクルさんというアーティストさんにちょっと特別に作っていただいた曲なので、それをご紹介できればなと。タイトルもですね、僕たちの名前チュラサという曲のタイトルです。テーマはですね、不安でできた命をもう一生懸命生きていこうねっていう、はい、そういう形でテーマを持って届けたいなと思います。よろしくお願いします。最後の力を振り絞って。
昨日作ったありがとうって曲で皆さんとお別れしたいと思います。ありがとうございます。さあ、メンバー総出でいきましょうか。もう後ろの皆さんもどんどん出てきて、さあ大きな声で、さあメンバーさん声が小さいかも。ご協力できましたらよろしくお願いします。本当に白さんのことを応援してください。ありがとうございます。さあメンバーさん、どんどんアピールしていってください。はい、どんどん前に、はい、時間はだいぶあります。どんどんかけていいです。まいちゃん、さあアリュー、さあジュニア、それからのスローバーメンバーでいいです。さあ皆さんで心を込めまして、ギーアが一人だけ乗り遅れております。ギーアのためにもう一回待ってあげようね。いや待ってるよ、上に上がってる。獅子のベルートが遅いことよ。獅子さんはそのまま歩いてみてください。じゃあメンバーさん、お客様に感謝を込めて写真とかお声かけください。今日本当にありがとうございました。さあメンバー近くに寄ってきますので、お写真とかありましたらお声かけください。右に左に行ってくださいね、偏らずに。はい、メンバー皆さんのお声を聞かせていただいたら楽しいとも頑張れると思いますので、お声掛けください。写真とかも全然大丈夫です。さあメンバーが持ってますですね、僕たち LINE のお友達になりましたら、イベント情報が月に2回ぐらいお送りさせていただきます。もしですね、登録してくれたら姿のグッズをプレゼントしています。もしよかったら登録してください。これからも調査を応援よろしくお願いいたします。